澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、立教大学ですね、内容一問題行ってみたいと思います。内容一問題はですね、こう四段落で設問が5つでございます。ですから一つの段落につき設問が1つ解ける計算でございます。ですから皆さん、以前もお伝えしたかと思いますが、まずはいきなり本文読み始めるのではなく、設問の指示ですよね。まずはこれを一読して何が聞かれているのか、それを把握した上で、第一段落読んでみようということでよろしいかと思います。で、読み終わったら問いの一番の選択肢、まあ、4択なんですが、これで検討ということでいいかと思います。そして解けたら、その次の問いの2番の設問の指示、それを一読して第2段落ですね。で、第2段落読み終えたら選択肢戻ってくるというような感じで5問頑張っていただきたいと思います。そして皆さん、ここはちょっと右側ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、なるべく動画は15分から20分にまとまるように行ってみたいと思います。ですから、皆さんに注目していただきたいのは、これですね。正解への根拠。どこを注目しているんですか？というところの場所をよく見ておいてくださいね。ただし、それが確定するのは、やはり情報構造の視点でございます。文末が根拠になることが多いですよね。例えば、B 動詞の右側なんかを意識していただけるとよろしいかと思います。では、この後実演に行きます。さあ、第一段落でございます。皆さん、まず設問の C ですね。これは The main purpose of the first paragraph ということですので、まあ、主題を聞いているというところでいいかと思います。ちょっと皆さん、一読をお願いいたします。さあ、皆さん、選択肢ご覧になっていただいてですね、第一段落、これ後半なんですが、後半で出るかと思いますので、ちょっと皆さん検討していただけると嬉しいかと思います。皆さん、ヒントはこの辺りではないですかね。これで検討していただけますでしょうか。さあ、もちろん正解はロですよね。特に線を引っ張ったところ、文学を読むことに対する効果ですよね。で、効果の話、皆さんご覧になっていただいて分かると思いますが、他者をよりよく理解することができたり、共感したり、彼らの視点からものを見ることができるということで、効果、バッチリでございます。で、やはり根拠はどうなってますかということですが、皆さん見ての通りですね。B 動詞の右側がヒント。もちろん文末というところで情報構造バッチリ。そして正解となった選択肢も文末が根拠ですよね。で、前置詞の右側でいけると思います。さあ、皆さん、続いて問いの2番でございます。皆さん、説明指示ご覧になっていただけるとよろしいかと思います。一応、パラグラフ2ということでございますので、第2段落読んでいただけるといいかと思います。そして皆さん、選択肢見えてるかと思いますので、もうこのタイミングで考えていただいてよろしいかと思います。皆さん、説明指示、ディープリーディングということでございます。これ皆さん、第2段落の一番初っ端に書いてあるんですね。で、皆さん、下線部引っ張ったところ、それをヒントにしていただけますといけそうですね。さあ、皆さん、正解は、はーですよね。ワースプリザービングということで、保存する価値があるということです。で、皆さん、場所は、皆さんもお分かりの通りです。ディープリーディングっていうのは、絶滅の危機に瀕している習慣。ですからこそ、保存するよう何らかの手段を講じるべきだということですね。
ですから保存の話バッチリということでいいかと思います。でもちろん、根拠としては場所ですが、例えばこの辺りだったら B 動詞の右側、もしくは、テイクステップ、まあ、テイクですね、一般動詞の右側が根拠となっておりますので、情報構造バッチリです。さあ、続いて皆さん、問いの設問3番ですね。ごめんなさい、設問の指示をご覧になっていただいて、そして、段落一読してですね、そして選択肢皆さん見えてるかと思いますので、皆さんも決めていただいて OK ですからね。さあ、皆さん、この単語なんですが、ちょっと意味わからないと思うんですね。で、その際皆さんどうしますかと言われたら、多分下線部の左側とか右側をおそらく読むはずです。で、ヒントとなりそうなところをちょっと線を引っ張ってみましたが、このあたりと言い換え可能なものだったら皆さん選択肢選べるんじゃないですかね。さあ皆さん、正解はいいということでいいかと思います。皆さん、フェイバルは好ましいプラスの価値観ですよね。で、皆さん、下線部の左側とか右側見ていただきますと、プラスの価値観を持った表現3箇所ございます。例えば皆さん、ディスティンクティブエクスペリエンス、もちろんディスティンクティブっていうのは他と違う、人と違う、これ皆さんプラスの意味ですからね。そしてユニークリーもそうですね、他と違う、人と違う、プラスの意味ですからね。そして例えばフリーイマース、没頭できます、インザナラティブ、没頭、完璧ですね、誰にも邪魔されませんということです。ですからプラスの価値観、こういったところと言い換え可能ということでいいかと思います。でもちろん場所的には B 動詞の右側ですよね。これもそうです、 B 動詞の右側、そして一般動詞の右側ということでバッチリです。さあ、続いて、との4番ですね。説明指示を一読して、その次の段落。ただ、説明の指示に合致しないので、読んで終わりでございます。さあ、皆さん、次の段落でございます。一読お願いします。さあ、皆さん、選択肢眺めていただいてですね、先ほどの段落前半あたりと見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ、どうでしょう。このあたりがヒントになっていけそうですね。さあ、もちろん正解は歯でございます。いずれすエモーショナリーサティスファインということで、皆さん満足はしていないんですよね。で、もちろん該当箇所はここでいいと思います。レスサティスファインということです。で、ポイントはどこですかと言われたら、皆さん以前からお伝えしている通り、否定語の後ろですよね。レス否定でございます。そして選択肢の歯もレス否定語から右側が確定できる根拠となってますね。情報構造バッチリです。さあ、説問指示ですね、問いの5番ご覧になっていただいてですね、そして先ほどと同じ段落後半で解けますからね。で、選択肢皆さんも見えてるかと思いますので、もうこのタイミングで考えていただいて OK ですからね。皆さん、ヒントはこのあたりかと思います。どうでしょう。さあ皆さん、正解はローですよね。This likely to be good leaders ということで、良い読者ですかね、にはならなさそう。可能性は低いということです。でもちろん、ここ見ていただけるとよろしいかと思いますが、平均を超えた、平均以上の読者ですかね、にはなる可能性は低いということでよろしいかと思います。で、場所はどうなってますかっていうと、皆さんもちろんレスは否定ですよね。その否定から右側、それが根拠となってきます。もちろん正解となったローもそうですね。レスという否定語から右側が確定できる根拠となってます。情報構造バッチリですね。すみません、立教大学お疲れ様でございました。ちょっと振り返ってみたいと思うんですが、皆さん、内容1問題が中心でしたが、1題だけですね、道語の意味を類推する、いわゆる、まあ、下線部説明の問題がございました。だから、コンデューシブはちょっとさすがに皆さん分からなかったかと思いますが、じゃあ、どうやって解いたんですかっていうと、そのコンデューシブの左側、右側にですね、こういう、皆さん、プラスの価値観ですよね、を持って、た表現がありましたね。
そして皆さん正解となったフェイバラボールですね、皆さんこれも皆さんプラスの価値観を示す語句でございますので、これで、ね、ああなるほどなるほど言い換え可能だなというふうに皆さん思っていただいて解いたんじゃないかなという感じがいたします。ですから皆さんやっぱりですね、内容一致問題と下線部説明問題、実はやり方同じなんですね。ですから、皆さん本文の一部とその正解の選択肢、まあもちろん正解ですよね。それを皆さん見比べていただいて、で、皆さん以前からお伝えしている通り、結局皆さん言い換え可能なものを選ぶ、探し出すというのが皆さん試験中の皆さんの仕事というところでよろしいかと思います。ただし、それはじゃあどっから見つかるんですかっていうと、おそらく、まあ、ほとんどの受験生がですね、どこかなって感じで、こう、行ったり来たり、右往左往するかと思うんですが、我々には一つ、基準がはっきりしてますよね。ですから、皆さん先ほどの問題を解いた時もそうですが、これですよね。皆さん、情報構造。この基準を我々は使って練習しているわけですから、これ皆さん間違いなく解けるはずなんですね。ですから、特に文末をよく見てくださいね。そして細かいところではあるんですが、B 動詞の右側とか一般動詞の右側ですよね。確実にそこからヒントがもらえる。まあもちろんその可能性は極めて高いということですので。ですから言い方を変えると、皆さんが試験中、見たことのない設問形式、に出くわしたとしても、やっぱりやることはこれでございます。情報構造の観点からヒントをもらって、ニアリーイコールですね。言い換え可能なものを探し出すというところが皆さんの課題というところでよろしいかと思います。もちろん、なるべく、それを皆さんに落とし込んでいただくためには、やはり何回も何回もこの動画をご覧になっていただくと、ご覧になっていただけるようになるためには、私も頑張らなければというところでございますので、今後ともよろしくお願いいたします。